2年生の48キロ級のチャンピオンの田村涼子さんもこの試合を見ています。帝京大学からも今年は2人の選手が出場して、その応援にキャプテンとして来たんですということだったんですが、さあその前で決勝進出をかけて準決勝2試合目です。長井審判員、同じく竹内審判員。近畿代表の浅田ゆかり対背中推薦出場の福場由里子です。浅田はミキハウス、福場は住友海上火災と、まあ、東西の実業団代表するような選手になりますね。そうですね。準決勝の第1試合が、まあ、学生同士の対決、この第2試合の方は実業団選手同士の対決です。強引に押しつぶした。最後尾有効から抑え込み、福場選手がですね、かけに行ったところをうまくかわされてしまいましたね。崩れ草がためでがっちり押さえています。106キロの浅田、あのかけに行ったところ力を外されてしまいましたよね。なるほど。そうすると自分だけ下に落ちてしまったような形で、残り10秒です。あと10秒で1本。さあ初めての決勝進出まであと1秒。おお、それまで。浅田ゆかり決勝進出です。スタミナが不安視された浅田、しかしこの大会は終盤まで粘りに粘って、そしてこの準決勝は福場を開始早々抑え込んでの決勝進出です。福場選手とすればちょっと勝負を焦ったかなという気はしますけれどもね。浅田選手の一本勝ち。これで決勝の顔合わせは安野紀子対浅田ゆかりということになりました。